答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。楽しく脳トレその8。今日も鍛える部分は前頭葉と後頭葉の連携、つまり写真的目で覚える記憶力を高めます。これもうズバリいきます。今日は、いつもの街で初めてのお店で初めての料理をチョイスしてください。まあ、頼んで食べてください。これ何かっていうとですね、記憶力を高めるための一番のポイントって印象に残ることが大事なんですね。じゃあ印象に残るためにはどうすればいいかというと、いつもの街だけど普段選んだことないお店を選ぶと、まずは外観から決めるわけですよね。ちょっとおしゃれなのか古民家風なのか、それとも結構和気あいあいとしているのか、そういうのでまず外観で決める。ここでまず印象に残ります。でそこに入って初めての料理、例えば今私だったらボルシチって言われてもなんとなくわかりますけど、若い頃だったらボルシチって言われてもイメージがつかないんですよね。でもそれを見た時に、あ、ボルシチってこういう料理なんだと。で食べてみてまた味を覚えたりするので、印象的なものを視覚的に覚えさせてあげると、この視覚的な写真メモ記憶が強くなってきます。そうすると普段ですね、資料を読んでいても記憶力が高まるので、重要なポイントだけ自分の目の中に視覚的に入ってきて印象に残ったりしますから、何か育児本を読んだ時とかですね、小学生以降のお母様であれば子供たちのなんかお便りとかでも大量にあったとしても、まあ、まとめ読みして情報を整理したりもできますので、ぜひこの前頭葉と後頭葉の連携楽しみながら活性化してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。